皆さんこんにちは。今回はあるものを海外からお取り寄せしてみました。それがこちら、リリースフィルム 4 3D プリンター。そう、こちら光造形 3D プリンターの剥離フィルムになります。当チャンネルでも以前ご紹介しましたが、最近出ている新機種、こちらのハロットメイジプロやサターン3ウルトラなんかは高速造形も売りにしていますよね。で、商品説明の方には1時間で約何センチの造形が可能ですって書いてあるんですが、専用のねファストレジンとリリースフィルムが必要ですと、そういう風にも書いてあったりします。つまり高速造形を可能にしているのは本体の性能だけではないということですよね。はい、お待たせしました。そこでこれなんです。これがねその言われているリリースフィルム、 ACF フィルムというものです。あれ、名前 FEP フィルムじゃないのと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、確かに以前から FEP フィルムは広く使われてきたので、かなりね有名かと思います。そしてそこからさらに剥離性が良くなった PFA フィルム、 NFEP フィルムと呼ばれるものが出てきました。そして最近、それよりもさらに剥離性がいいと言われる ACF フィルムが光造形で使われ始めました。以前は動画内でも FEP フィルムとよく言っていたんですが、このようにねいろんな名前種類が出てきているので、剥離フィルムやフィルムというようにしています。さて今回その ACF フィルム使っていくんですが、ただ使うんじゃなくてね、今回自分が普段使っている NFEP フィルムと比較してどういった違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、こちらは普段自分が使っているレジンバット、ハロットワンプラスのものになります。最近レジンの貼り付きがひどくなってきていたので交換したいと思っていたところ、パッと見は綺麗に見えるんですが、このように近くで見るとへこみや傷が目立ってきています。フィルムの傷やへこみに関しては以前動画にもしていますので、まだ見ていないよっていう方はぜひご視聴ください。ではフィルムの方をちゃちゃっと交換していきましょう。まず交換するフィルムは普段自分が使っている PFA フィルム。それまで使っていた FEP フィルムよりも剥離性が良く、しかもですねこれ Amazon で5枚約4300円、なかなかリーズナブルな価格設定です。両面に保護シートが貼ってあり、透明度は高いです。レジンバットの方に貼っていきましょう。いやー、貼り替えた後のフィルムはやっぱり気分がいいね。この透け具合よく覚えておいてくださいね。では ACF フィルムの方も開封していきましょう。こちらはクリアリティさん純正品です。表面はマットな質感、反対面はグロス調ですね。このように表裏があるのが ACF フィルムの特徴なので、どちらの面を上にするか下にするか間違えないように注意する必要があります。こちらはマット面に貼られていた注意書き、どうやらこのマット面が UV ライト側、つまり下側になるようにレジンバットに貼り付けるようです。そしてブルーの保護シートがついている方がレジンバット側、つまり上側ですね。保護シートを剥がす際はこのようにフィルム側を平らな場所に押し付けながら剥がすと、フィルムに折れや打痕が発生しにくいです。この透明な方がフィルムなんですが、これがね結構柔らかくて伸びるんですよね。今までの FEP や PFA フィルムとは質感がかなり違う。あとは向きに注意しながらレジンバットに貼り付けていきます。はい、完成しました。いや、なんか今までと全然雰囲気が違いますよね。 UV ライト側はこのようにマットな質感、そしてレジン側はこのようにグロス調になっています。そしてなんといってもフィルムに拡散効果があるんですよね。ちょっと距離を離すとぼやけるんですが、ピタッとねくっつけるとこのようにある程度はっきりは見えます。ただこれ造形大丈夫なんかな。しかもかなり柔らかいし、よく伸びるしで、強度的には大丈夫なんだろうか。ちょっと思いっきり引っ張ってみましょう。ある程度は伸びると思うけど、そっからは破れるんちゃうかな。はいはい、かなりね簡単にぐーっと伸びていきます。ぐーっと伸びて、あ、結構伸びるねこれ。あ、結構伸びるけど全然破けない。へえ、思った以上に強度はありそう。そしてこの ACF フィルム、膜厚がなんと約 0.3 ミリと、今回比較する PFA フィルムの約 0.13 ミリと比べてもだいぶ厚いんですよね。そこで問題になってくるのがキャリブレーション。プラットフォームと LCD パネル間の間を普段よりも多く取ってやる必要が出てくるわけですよね。今回はフィルムと同程度の厚みになるよう調整したコピー用紙でキャリブレーションを行いました。ではまず PFA フィルムの方から印刷してみましょう。今回使用するのはこちら TH72 レジワンさんのレジンです。ややフィルムに貼り付きやすいレジンとして今回選んでみました。では印刷スタートです。まずはテストプレートで試してみましょう。リフトアップの衝撃と音に注目です。
はい、聞こえましたでしょうか。剥がれる瞬間の衝撃も少し見られましたね。では ACF フィルムの方も確認してみましょう。フィルム以外はレジンも条件も全く同じです。はい、わかりましたでしょうか。衝撃は少しあったものの、音はほぼしなくなっていましたね。この感じだと剥離性が上がっていると言えそうです。そして出力されたものがこれ。こちらは PFA のものですね。比較的綺麗に出力されているかと思います。そしてこちらが ACF フィルムを使用したものです。使用するフィルム以外は全て同じ条件にしていたんですが、あれ、もしかしてところどころ太ってる。特に上の丸穴、そして左右のスリット、そして左下ですね。こうやって並べて見てみると少しだけですが太って見えますね。文字はあまり変わらないかな。そして左右のスリット、こちらもよーく見ると右側の ACF がやや太ってる。このテストモデルの結果だけを見ると ACF フィルムの方は剥離性は良くなってるけども、造形物としてのシャープさ、これは PFA フィルムの方が良好という結果になりました。やはり高さも必要ということで、いつものベンチマークモデルでも出力してみました。こちらの方が PFA、 そして ACF。 形状はまあいいと思うんですが、モデルの表面ですね、なんか細かく縦筋みたいなのが入ってて、表面のコンディションに差がありますね。やっぱり表面の具合違いますね。フィルムの差だとしても、これは一体何の跡なんでしょう。いやー、これはちょっと原因がよくわからないですね。こちらは反対側、表面の質感以外は2つともほぼ同じ仕上がり。あと違いで言うと、側面の細いバーがたくさん並んでる部分、これの一番細いバーなんですが、 PFA は多少造形されていますが、 ACF の方はほぼ造形されていません。では続いてこちらの検証も行っていきましょう。サポート材を絡めた検証です。以前動画でご紹介したサポート材チェックモデルを使用していきます。今ここに5つモデルが並んでいます。宙に浮いている部分とサポート材の先端の接点ですね、この径がそれぞれ違います。このように接点の太さのみ変更していきました。モデルとの接点は右から左にかけて太くなっていきます。ここで見たいのは、どの段階でサポートにつながった部分が落ちてしまうかです。2つのフィルムに剥離性の差があるということは、こういった検証で視覚的に差が出るかもしれません。特に光造形 3D プリントでの失敗で多いのが脱落。モデルがフィルムから剥がれるときに、その剥離抵抗力に負けてフィルムの方にくっついてしまう。そしてサポート材の先からなくなってしまうと、こういったね、失敗というのが多いかと思います。ここはぜひ ACF フィルムの剥離性の良さでモデルの脱落を食い止めていただきたい。ではまず PFA の結果から。5つのうち左の3つ、数値で言うと 0.2 から 0.4 の3つが脱落しています。そして 0.5、0.6 は残ってますね。では注目の ACF の結果は。はい、出力が終わりました。結果は左から 0.2、0.3、0.4 が生きてます。先ほどの PFA では脱落しちゃってましたよね。そして左側2つはね、結局脱落してしまってはいるんですが、残骸のサイズからしてね、すぐに脱落したわけじゃなくて、しばらくの間サポートで保持できていたというのがわかります。 ACF フィルムの剥離性の良さがここで生きてきたね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は光造形 3D プリンター用の剥離フィルム、これの ACF フィルムをご紹介しました。最近になってよく SNS 等でもね、話題に上るようになったので、気になっていた方いらっしゃったんじゃないでしょうか。今回はアリエクスプレスでクリアリティさん純正のものを買ったんですが、ピクチャーフィルムという名前で販売されていて、サイズは 290×200、 これで約3200円程度でした。これまでのフィルムに比べるとお高めの印象にはなりますが、質のいいフィルムだとそれなりにお値段もしましたので、それらと同じぐらいかなと思います。商品では高速印刷対応とかハイスピードフィルムとか書かれたりするんですけども、個人的には印刷の成功率を上げたいとか、ちょっと難しめのレジン、フレキシブルレジンとかゴムライクレジンのようなね、フィルムによく貼り付いてしまうようなレジンをうまく印刷したいとか、そういったことに結構使えるんじゃないかなと思います。ただその反面、今回の検証ではディテールの再現、これがちょっと怪しい部分がありました。あとはモデル表面の質感もですね。
これ今見ていただいているのは文字の上にそれぞれのフィルムを置いて透過の具合、これをねちょっとチェックしてみました。左が PFA 透過率 95%、 右が ACF 透過率 92%。 ACF はちょっと反ってしまっているので指でねしっかりと押さえていないと分かりづらいところもあるんですが、若干ねちょっと白っぽくぼやけた感じのイメージがあります。対して左の PFA はくっきりとね文字が見えています。今回の検証結果の差がこれによるものかはわからないんですが、何か情報等あればコメント欄にて教えていただけるとありがたいです。 ACF フィルムの方も国内でしたら SK 本舗さんやサンステラさん、ここら辺がね取り扱いしますということなので、日本国内でもね簡単に買えるようになるかと思います。もちろん Amazon でも入手可能なので気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。